今日どういった内容のあれなんですかね。はい、今日は、仕事の話でこれまで、失敗したことだったり、それをどういうふうに乗り越えただったり、あとはメイクだったりファッションだったり、健康法だったり、そういった面もお話しさせていただくことになってます。挫折や失敗とか、なんか一番辛かったエピソードをお聞きできればなと、はい、一番自分が失敗して、なんか自分自身に悔しくて仕方なかった失敗が、あの3年目の時にスポルトを担当していて、生放送中にスタジオ内で起こった些細な出来事で笑いのツボに入ってしまって、笑えないんです、まあ、本当には今笑えないんですけど、うん、原稿を笑いながら読んでしまったっていう、編集長と呼ばれる上の方に、あれはもう放送事故でもおかしくないぐらいのことだから、どういうことだったか自分自身でちゃんと考えなさいっていうようなことを一言言われて、ドカンと怒ってくれた方がちょっと気が楽になったのかもしれないですけど、自分自身であれはどういうことだったのかっていうのを考えなさいっていうことだったのかなと思ってます。結構その、今の山川さん活躍されてる中で、そこがやっぱりターニングポイントだったりするんですか、先ほどの。それとも他にエピソードってありますか。一つ、入社してからスポーツ番組を呼んで、今もなんで、ずっとやってるんですけれども、楽天が、プロ野球の楽天が初めてリーグ優勝をした時に、初めて私もビールかけに入るっていう仕事がありまして、どの選手が来ても大丈夫なように顔と名前を一致させるところから、シーズン中の活躍とか仕事とかをずっとこう頭に入れて準備をして臨んだ結果、あの生中継になってしまったんですよ。同時進行でテロップを出したりとかしなきゃいけないっていう状況の中で、ボンって来た方がなんかゴーグルをしていて、ビルを見て誰だかよく顔がわからないし、会社で放送しているスタッフさんたちは誰だこの人みたいな、誰だこの選手はっていう風になったそうなんですけど、私はずっとこう選手を特徴を見てたので、あの選手だっていうのが分かって、何々選手おめでとうございますっていうところから、あのシーズン中こういう活躍がありましたねっていう質問ができて、あの時はスタッフさんに初めてと言ってもいいぐらいなんですけど、助かったっていうふうに言ってもらって、いい仕事をしたっていうふうに褒めてもらえたっていうのが、一つ自分のスポーツキャスターをやっていく中で大きなターニングポイントで自信になりました。アナウンサーは顔周りはなるべくピチッと、前髪も目にかからないように、見てる人がなんか目にかかってて見づらそうとか、そういう風に感じないように、なんか邪魔な情報は全部なくして、シンプルにスッキリするのが大事なのかなと思います。セルフメイクなんですよ。髪の毛は皆さんメイクさんにやってもらうんですけど、メイクは自分でやってる、みんな自分でやってると思います。メイクについてこだわっていることとか、スタジオの中だと照明を当てていただけるので、光で飛んでしまうことがあるので、少しでも血色よく見せたくて、チークは濃いめにいつも入れてます。で、最近は写りがとても鮮明になってるのでベースメイクとかファンデーションとかは濃いめにつけてると思います。眉メイクがすごい気になるんです。眉毛ですか。眉毛は自分で描いてるんですよね。はい、すごい、自信ないです、眉毛。なんか眉毛で、印象変わるじゃないですか。そうですよね。眉毛は比嘉愛未さんの眉毛がすごく好きで、太めの平行なスッとなってる
確かに眉毛がすごい好きで、それをあの真似してるだけです。真似してる、真似はできてないんですけど、意識してるだけです。なんか番組によって、はい、例えばそのスポーツ系の時は髪の毛まとめられてキリッとされてたりとか、はい、毛みたいなちょっと可愛らしい感じとかっていうのは、そういうメイクとかでやったりもするんですか？なんかスタジオの時はすごいポンって入れてもいいかなと思うんですけど、外にロケに行くとちょっとこう薄くしたりとかで、髪型はなんかスポーツの時はなんかちょっと巻いてみたりとか、夜なので、でアクアの時は報道の原稿を読むのでストレートでとか。プライベートでは同じメイクですか？プライベートではちょっと違います。なんかベースも違うものを使って、なんか BB クリームとコーナーとか、うん、あと眉毛とか一緒なんですけど、アイシャドウをちょっとキラキラので変えてみたりとかしてます。色は何系が多いんですか？色はあのテレビとかその仕事の時は、ベージュとかピンクとか茶色で、プライベートではなんかオレンジのキラキラ、ラメが強いやつとか、うん、親ではちょっとキラッとしすぎるかなっていうのをプライベートで使ってます。別に男性受けみたいなのを意識するんですか？はい、男性受けは意識しないです。なんかそれこそスポーツ番組とかだったら視聴者も男性の方が多いかなと思うんですけど、はい、でも男性受けを意識するとしたらもう衣装と髪型くらいですね。ちょっと露出のあるものを着たりだとか、やっぱ巻いてみたりとか。メイクは本当に変えてないです。そう、変える、なんか頭が回らない。衣装は本当に基本お任せで、スタイリストさんが持ってきてくださった中から決めるんですけど、季節感は大事にしてます。やっぱり特に情報番組だとお天気伝えたりとかもするので、これでも、が寒そうだなって思う人もいるかもしれないので、あ、そうそう、意識する。はい、なるべく長袖でニットとか。でスポーツ番組は逆にあんまりそういうところ意識しなくてもいいっていう、なんか暗黙の了解みたいなので半袖着てたりとかもします。プライベートはちょっと聞いてます。ジーパンと T シャツ。そうですね、プライベートはもうシンプルで楽なものばっかりですね。パンツとかスカートとかどっちも多いです。パンツが圧倒的に多いです。なんかもうスキニーとか、まあ、ワイドパンツとかが多いで、ダボっとしたトップス着たりとか、夏はほんと T シャツ、ジーパン、スニーカーみたいな。カジュアルな感じなんですか？カジュアルはいいです。はい、でも今日は会食があるっていう日はちょっとスカート履いてヒール履いて行ったりとか、そういうところは気をつけてます。体調管理は、まあ、たまにやっぱり風邪ひいてしまったりとか、発疹が出ちゃったりとか、そういうことはあるんですけど、でも基本はやっぱ予防が大事なので、マスクしたりとか、本当に基本的な皆さんがやられてるようなことと同じで、あと一つ、体を温めるっていうのが予防になるかなと思うので、風邪をひきそうな時こそ辛いもの食べたりとか、ちょっとお風呂に長く使ったり、まあ、お酒も悪くないっていう、血行が良くなってポカポカするから、そんなに我慢しなくてもいいんじゃないかっていう持論を持ってます。食事、お酒は制限なしですか？はい。おなんか分かんないです。もともと太ってた時期ってあるんですか？20歳の頃が今よりプラス7キロぐらいありました。その時はダイエットして痩せ今になってるのか、はい、徐々になんか勝手に落ちていったんですか？勝手に落ちていきました。なんか入社してからどんどん、ああ、激務なんですね。いや、そんなことないですよね。で、あと健康法で言うと、なんか
基本的に運動するのがそんなに好きではないので疲れちゃうっていうのがあるので、あの一息分歩くっていうのをよくしてて、あの一息ずんずんちょっと速いペースで歩きな音楽聴きながら歩くっていうのが、まあ、ちょっと唯一してる運動ぐらい。なので基本やっぱスニーカーとぺったんこ靴で行動してます。お酒は結構飲まれるんですか？お酒は飲みます。でも羽目を外しすぎないように二日酔いとかで生放送には望めないので、はい、休みの前の日に羽目を外すというか好きなだけ飲むぐらいで基本は我慢してます。自炊とかされるの？自炊はめったにしないんです。あのスーパーが近くにあるので惣菜買ってきてしまったりとか、でも本当に6年目になって少し自炊しようっていう意識が芽生えて、はい、親子丼作りました。とか、はい、名もない料理みたいな、その炒めてみたいな、一人食べるだけなので、はい、でも発疹が出た時に、おそらく薬のアレルギーで出ちゃったりとかをしたので、食べ物で治すしかないってなって、足りない鉄分とか、マグネシウムみたいな、はい、タンパク質みたいな、食べ物で取るっていうのは学びました。食べ物が一番の薬。めちゃくちゃ力教えてもらいました。1日3食ですか？3食でもどのタイミングで逆に食べてるんですか？そのあでも3食それ気になるかも。でもあのアクアをやってる日は、まず最初の食事がオンエアが終わって朝5時半ぐらいにおにぎり食べたり、サラダ食べたりします。で、8時とか9時ぐらいになるともう一回お腹が空いてくるので、なんか社食に行って、それがお昼ご飯。まあでもお昼ご飯くらいになっちゃうんですかね。でもそれでもお昼ご飯食べる日もありますし、12時とか1時とか、遅めに2時ぐらいになる日もありますし、じゃあ5時、9時、2時みたいなとか、あとおやつとか、あとは5時半に食べて、そこからちょっと寝ちゃったりとかして食べず、夜食べるとか。深夜でもヒーローズの日は、オンエアが終わってお腹が空いてラーメン食べに行ったりとかもしますし、2時ぐらいに食べてたりとかもしてますし、すっごい不規則ですよ。なんか本当に規則性が何にもない、毎日起きる時間も仕事が終わる時間も違うので、スケジュール帳のチェックが欠かせないですね。相槌が大事なのかなって思いました。特に今は話す方なので、本当にもうぐっちゃぐちゃなんですけど、話を聞くっていうことの方が仕事上多いので、相槌を適切なタイミングで、適切な回数、適切な表現で打つのが大事かな。あと、目を見るとか、目を見たりとか、ちょっと前のめりになるとか、そういうのが、相手の方を安心させて、ちょっとこう、話そうっていう気になってもらえるポイントなのかなと思います。普段から身についてきた、これは仕事をして身についたものかもしれないです。でも話しながらすごいこわばってるのは自分でもわかるんですけど、でもプライベートだと喋らないタイプです。ずっともうみんなで盛り上がっているのを聞いてたいタイプ。でもそこで相槌言っちゃうプライベートではでもそれすらちょっと怠けてるぐらい。激しいかもしれないですが、昔から聞き役だったのですか？昔からそうですね。そんなに自分から積極的に喋るタイプではなかったです。聞いてる方が好きですね。最後、何をかっていう。あ、はい。
私は香り物オタクで、なんか柔軟剤とか香水とかボディクリームとかキャンドルとかがもう山ほど家にあります。次から次へ使い切ってなくてもなんか試したい一心で買ってしまってゴロゴロ家にあります。今ハマってる匂いとか、今は白檀の香りにハマってて、お香なんですけど、それはちょっとお線香みたいな白檀の香りをよく炊いています。香水とかつけてらっしゃる？今は、今日はちょっともうこのことがもう頭にいっぱいいっぱいで何の余裕もなく何もそのままで来ちゃったんですけど、なんかお風呂上がりにつけたりとかボディクリームつけたりとか、寝る前もいい香りに包まれて寝たいので、何の意味もなくこうシュッ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 ってして、ああいい匂いって思いながら寝るとか、はい、ちょっと変わった匂いというか、臭い系とかですか？汗の匂いが臭いとかですか？ありますか？いや、ちょっといい香りに限るかもしれないです。あ、でも自分の枕の匂い、やっぱりあんまり自分の枕の匂いとか多少臭くても安心しませんか？ちょっと自分の頭の匂いかなみたいな、あそういうのは嫌いではないです。なんかちょっと変な気分。アナウンサーの美容法やファッション情報をお届け、アナマガプレス。今日は女性アナウンサーの連載ということなので、女性アナウンサーっぽい服っていうのを私なりにイメージして選んできてきました。そのシンプルで綺麗めなワンピース、清楚に感じられるような綺麗めなワンピースであることと、あと自分が発する情報だったり伝えていることの邪魔をしないようなシンプルな柄なし、シンプルっていうところです。まあでもこれは一年中使えるあのワンピースなのかなというふうには思うんですけれども、できればあの情報番組だったら冬場はやはり長袖、見ている方があの寒いんじゃないかっていうふうに思わないような衣装を選ぶのが一番いいかなと思います。あのそういったところは宮田さんのこだわりみたいな風になる、はい、季節感というのはあの意識して衣装を選ぶようにしています。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？なんかすごい考えてきたんですけど、やっぱりこう伝えるのって難しいなと改めて思いました。考えてきたのどのくらい発揮できたというかありますか？1割ぐらい。なんか伝わりますかね。なんかちょっとでも共感してもらえる部分があればいいなと思います。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。私服はちょっとでも恥ずかしいんですけど、はい、いつも通りジーパンとペッタンコと大きめのニットにハマってます。さっきのきっちりした感とは違いますね。全然違いますね。楽です。どうですか、楽しかったですか今日？ちょっと反省点が多々あるんですけれども、普段できない経験なので楽しかったです。ありがとうございました。でこのまま帰っていいんですか？ありがとうございました。失礼します。お疲れ様です。